年戸さん、はい、大人気っすね。いつまで密着するんですか、あっちで。なんかチャット欄で歳三うざいとかそういうアンチコメントばっか見てたんで、人気ないのかと思ったんですけど、めっちゃ囲まれてるじゃないですか。それはそうじゃないですか。すいませんでした。あ、それはついてきてください僕に。いやいや、僕めちゃくちゃ囲まれるんですよ。いや本当にさっきからずっと列ができてたんで、もうやばいですね、身動き取れんすよ。いや他にブレイキンダウン選手がいないからかと思いきや、あーやっぱいっぱいいいタロフィマス山川関もいます。あーそっか、はい、いやてか、なんで俺最近あのアンチ多いんですか。めっちゃ気になるんですけど、マジでこの前のライブでも言ってたよね、はい、なんかその嫌なことしてる感じないんですけど今回もオーディションとか上がったじゃないですか。さっきコメント欄も年相もいらんとか、あーすごいよね、あのなんか言葉とかもうるせえみたいな、なんでなんですか。僕本当にちょっと気になって。でも逆に美味しくない。いや美味しいです、美味しいです、うん、美味しいですけど傷ついてる。いや傷はついてないですけど理由を知りたいなと思ってほんと謎だなと思って、なんか嫌なこととかしたりとか、まあ、コミオくんとかって結構トゲ立つキャラじゃないですか、うん、でも僕別にキャラ的にそんなトゲ立つキャラじゃないかなと思ってるんですけどでもさ、また滑ってたところもちゃんとオンエアされてたわけじゃんあれはやっぱ、はい、いや確かにまだね尺を、あ確かに、だからそれは嬉しいっすね。そう普通カットだよあそこ。マジっすか。けど逆になんかあの滑り芸を、確かに、そうやん、あの30分貴重な30分の中に 1,2 分あったでしょ。確かにありました、ありました、あれ夢やみたいな。岡田さん、新たな真実見つけられました。え、あの、まるちゃんの妹、ちょっと可愛いっす。ああ、顔出しオッケー。おじさんも、おじさんも広島出身よおじさんも顔似てなくないですか。確かに体格だけ似てる。身長全く一緒だ。Mメール来てるのやばいんだけど。Mメール来てるの。俺もこれ俺も。俺も書いてるやつよこれ。マジ？そうそうそう。え、まるさんの何個下？2個です。おお。18らしいです。いいっすね。え、どっちがタイプですかお二人は？こっちっすね。俺こっち興味ないんで。興味ないんで。そう。死んでないんで。はい。